皆さんこんにちは前回に引き続いて向井の吉戸先生のエムテストを取り上げ東洋医学的な働きかけの基本をお話しします私たちは毎日の生活の中でいろいろな動作を行います無理な動作は体に不調をきたします例えば首と手の指が痛くて病院を受診した場合それぞれの部位の レンントゲン写真を撮り首は首の手の指は手の専門家からさらに詳しい検査や診断を受けるのが専門医師校の西洋医学の考え方です一方東洋医学的に捉えると体の表面には361個もの壺と14本の経絡があります。ここれらはすべてて互いにどこかでつながっており、 全体として、一種の路線図、ネットワークを形成しています。首と、それから手の指が、部位として遠く離れていても、路線図的に考えれば、両者の痛みは、実は関連しているかもしれません。別々の部位を専門にする西洋医学の専門家よりも、 両者の関連を視野に入れた東洋医学の専門家に見てもらう方が安心できる場合もあるでしょう向井の吉人先生は医学部卒業後まず内科に進みその後福岡大学体育学部で教育と診療を行う中スポーツ選手の姿勢や体の動きと経絡をリンクさせると動きに伴う身体症状を指標とする 診断と治療が可能になることを発見しましたこうして生まれたのが経絡テスト今では M テストと呼ばれます M テストを説明しますまず M テストの所見用紙向井の先生が開発した多様な日常生活動作を6ブロックに分類するワークシートですシートの上部は上半身 下部は下半身に対応します。福岡大学での医学概論の授業では、向かいの先生に、上半身を中心とする M テストの講義と演習を行っていただきます。以下の説明も上半身が中心です。シートの上部では、上半身の動作を左から A ブロック、B ブロック、C ブロックの3つに分けます。 これから各ブロックの動きを動画で示します。まず A ブロック。上半身の前面を伸ばす動作です。 次は B ブロック、上半身の後面を伸ばす動作です。 次に C ブロック、上半身の側面を伸ばす動作です。 これらの動作は健康な場合はすべて問題なく行えるはずですしかし痛みや違和感などが現れた場合はどうすべきでしょうか体のさまざまな部位を引き伸ばす動作はそこの皮膚上に存在する経絡やツボのネットワーク路線を引き伸ばすことにつながります引き伸ばされても路線が正常であれば問題は起こりませんしかし、か 痛みや違和感がが起ここるなら、路線上のどこかに不調が疑われます。ではどう不調を見つけどう対応したらいいでしょうか ?M テストにおける対応のポイントは以下の3点です。1番問題痛みなどを生じる動作と動作ブロック ABC に注目2番動作ブロックに対応する路線経絡やツボに注目 そして三その路線をケアするです。そして路線のケアの出発点は、その路線、ツボや経絡に軽く手でタッチすることです。以下、ブロック別にお話しします。まず A ブロックの動作。このような体の前面を引き伸ばす 動作の結果、どこかで痛みや違和感が生じました。前回学んだ12個のツボや関連の経路の中で、この A ブロックに対応するツボは以下4個です。すなわち、肘のくぼみの尺卓から、経絡 LU に沿って手首の横縛の上、体円まで。 また、人差し指の付け根に近い「時間から「境落 LI」に沿って肘に向かい尺と上腕骨外側上の点、極地です。さて以上4つのつぼや境落状を指で軽く触れてケアしながら先ほどと同じ動きを行ってみてください。 痛みや違和感にどこかで変化が起こっているはずです今度は B ブロックの動作体の後面を伸ばす動作の結果痛みや違和感が生じる場合の対応です対応するツボはまず手首の横シワの上小指側にある心門です ここから経絡 Ht に沿っていき小指の先爪の生え際の横が少々です。次は手のひらの小指側手を軽く握ってできるシワの先後径です。後径から経絡 s i に沿って腕の後ろ側から肘に向かい小関に至ります。以上4つのツボや経絡を指で軽く触れることがビーブロックのケアの出発点です。 上半身の動作の最後は、C ブロック。体の側面を伸ばす動作です。痛さて、痛みや違和感が生じました。対応するツボは、まず手関節を曲げると見える2本の腱の間、体量 大量から経絡 PC に沿って、手のひらの中央から中指の先に向かい、中指の爪の生え際、中小。そして手の甲、小指と薬指の間、中小。中小から経絡 TE に沿い、腕の後ろ側を肘に向かい、肘頭のちょっと上、肘関節を曲げるとできるくぼみが転生です。 以上、4つのツボや経絡を指で軽く触れることが C ブロックののケアの出発点です。実際の M テストではまず初見用紙に従い ABC の順ですべての動作を流れ作業として行い痛みや違和感などの初見を1から10までの点数でこの初見用紙に書き込みそれからケアに進みます。 M テストの学習にあたってはブロック別の動作や12個のツボを覚えるだけでなく日常の何気ない動作が皮膚状のネットワークのどの部位をどのように引き伸ばすかを意識することが大切ですさて前回と今回は目には見えない経血や経絡のネットワークに注目する M テストの基本をお話ししました。 科学的、西洋医学的に考えると、目でも顕微鏡でも見ることができない存在を仮定して行う東洋医学の発想は、理解しがたい部分があるかもしれません。しかし、最近、皮膚科学の急速な進歩により、皮膚は単なる包装紙ではなく、皮膚それ自体が独自に感じ・考え・判断し行動する存在であることが分かってきました。 目には見えなかった皮膚上のネットワークが実在することが解明されつつあります。あなたももし M テストに関心を持ったら、向井の吉人先生の本を読んだり、M テストの研修会に参加するなどして、本格的に勉強を始めてください。また、このブログでは、皮膚の触覚が持つ機能を考察したり、触覚を用いる交流の試みとして、 Wi-Fi カフェも紹介しています。皮膚感覚や触覚の面白さにつき、あなたも探求を始めてみませんか